続いての発表はプログラム13番大船渡東高等学校による気仙町喧嘩七夕太鼓です。それでは演目の紹介をお願いいたします。皆さんこんにちは。岩手県立大船渡東高等学校太鼓部です。本校太鼓部は昭和53年旧大船渡農業高校時代に大農太鼓として発足し、今年で創部45年目を迎えました。本日の演目は気仙町喧嘩七夕太鼓です。毎年8月に陸前高田市で開催される気仙町喧嘩七夕祭りは900年の伝統を誇ると言われ、力強い太鼓が鳴り響く中で山車同士が激しくぶつかり合う勇壮な祭りです。今年度はこの祭りの中で演奏される気仙町喧嘩七夕太鼓を保存会の皆様よりご指導いただき練習してきました。本日は歩み太鼓、休み太鼓、喧嘩太鼓を舞台用に構成し演奏いたします。強度に根ざした豪の音と都を思わせる息の音で七夕祭りの一日を表現します。ぶつかり合う出しからほとばしる祭りの熱気を会場にもお届けしたいと思います。皆様も気仙の祭りをどうぞお楽しみください。
東高等学校の皆さん、ありがとうございました。